はい、皆さんこんにちは。レクミーライブの YouTube ブルーステージです。この時間は、ユニリーバの山中様にお越しいただいております。山中様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、会社説明のスライドの準備も整いましたので、山中様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、ユニリーバジャパンで説明、今日最後のタームかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。ではですね、まず私の自己紹介をさせてください。スライドの方は映りましたでしょうか。はい。私、神奈川出身で、ずっと周りも育ちも神奈川という経歴です。で、4人家族で、私と妻と長女と次女という構成なんですけれども、長女と次女がちょっと3歳、2歳となっていまして、ちょっと家に子供が今いる状況だったので、ちょっと途中乱入するような形になりましたら、聞き取りづらいということがありましたらですね、ぜひチャット等でお知らせいただけるとありがたいです。そしてですね、私、中途で入った人間だったんですけれども、今まで4社経験をしています。あとご経歴を話させていただくと、1社目は求人広告の会社で営業を3年弱させていただいて、それから2社目がベンチャーのネット広告の代理店ですね。こちら5年と半ぐらい、させていただいたんですけれども、主に人事採用をやらせていただきまして、入った時が80人ぐらいで、5年半後には500人ぐらいと、急拡大な企業も経験させていただきました。で、3社目が、外資系の食品会社で、こちらも人事なんですけれども、給与計算とか、そういったところを主にやらせていただきました。で、現職のユニリーバーですね、こちらも人事で入っていまして、2016年10月、中途採用をはじめ担当させていただいて、2017年7月ですね、HRBP というのが事業部付けの人事という仕事をですね、今担当させていただいています。はい。では、最初にですね、まずユニリーバーの、ご紹介させていただくにあたって、一つ見ていただきたい動画というのがありましたので、こちらをご覧いただければと思います。学生証できたよって言って写真もらった時に、こんなになんか暗いっていうか、なんか嫌いなところは肌の色が悪いのと、目小さいのと、顔引きつってるからやばいのと、好きな部分からでもいいですか。みんなの学生証の写真を再度撮り直す。きっとなんかニコって笑った時に目が優しかったり、まあなんか内面がにじみ出てるんだなって思う時はあります。髪の毛が黒髪で綺麗だなって思います。ちゃんと見ててくれてるんだな。シンプルに笑ったら可愛いんじゃないかな。自分らしくなれたかな、魅力として捉えていいのかな、そうやって思ってくれてるんだから少しは自信持とうっていうふうに思いました。もうちょっと自分のことをよく考えてもいいかな。ありがとうございます。この CM ですね、すごい私も非常に思い出が、込み上げるような思いを結構持つものでして、で特にこの CM ちょっと取り上げさせていただいたのが、私たちが大事にしている企業文化、このパーパスってものをですね、如実に表しているんじゃないかなと思ってご紹介をさせていただきました。で今回の、説明パートの中ではですね、大きく、3つのパートに分けてお話ができればと思っています。まずはユニリーバーという企業の、特徴っていうところですね、のところと、2つ目が皆さんにとって大事に、新卒採用どういうプロセスを経るのかっていうところと、
3つ目のところで実際どういう働き方があるのか、ちょっと駆け足になりますけれどもお話をできればと思っています。ではこのパーパスという言葉がですね、日本語で言うと目的とかそういうふうな表現されるんですけれども、より、何でしょうかね、人生において何を成し遂げたいかとか、そういった意義というところですごい大事にしている会社です。では、まず具体的にどんなビジネスをしている会社なのかというところなんですけれども、世界最大級の、消費財メーカーというものです。右側のスライドにですね、いくつかブランドをご紹介させていただいています。先ほどの、ダブや、ラックス、こういった、シャンプーやコンディショナーというものもありますし、あとは、リプトンですね、こういった、紅茶、飲料というところですね、手掛けさせてもいただいています。いわゆる消費財の会社っていうと日本でもいくつもあると思うんですけれども、この一つ、大きな違いというのはシャンプーやコンディショナー、そして飲食、食料、食品ですね、こういった両方手掛けられるというところも、なかなかない、特徴なんじゃないかなと思っています。では、そしてもう一つ、他の消費財の会社さん、他の会社さんとの大きな違い何かっていったときに、この私たちのパーパス、いわゆる、企業の、価値観、企業の存在意義というところが大きな違いなんじゃないかなと思っています。左の上に書かせていただいたサステナビリティを暮らしの当たり前にという言葉、このサステナビリティというのは、いわゆる持続可能なという言葉なんですけれども、例えば、いわゆる、昨今、ビニール、袋とかがすごい問題になっていると思うんですけれども、ビニール袋は非常に安価で、使い勝手がいいものなんですけれども、それを使いすぎてしまうと、企業はいいかもしれないけれども、結果的に、環境をダメージを与えてしまう。それって本当に持続可能なんでしょうかっていう考え方ですね。こういったものをサステナビリティと言ってるんですけれども、で、このサステナビリティが、いわゆる日本の会社とかで CSR という言葉で表現されるときもあると思うんですけれども、ちょっと私たちの会社の場合は、この CSR とは少し立ち位置が違うかなと思っているんですね。で、具体的なことを言いますと、CSR というと、業績がいいときにはもちろんそれをやっていこうとなんですけれども、ちょっと業績の方が、あまり好ましくないとなった場合には、まずは業績のところですねと。それから CSR ですねって話がなったりするんですけれども、私たちの場合は業績もサステナビリティ、こういった環境負荷を減らす、この両方を同じプライオリティで追いかけていきましょうっていうのがその大きな違いなのかなと思っています。では、この私のパーパスを3つ柱があるんですけれども、それを一つ一つこれから見ていければと思っています。まず一つ目ですね、パーパスのあるブランドは成長するという考え方なんですけれども、先ほどのダブであれば、いった若者の自己肯定感、もっと自分のことを認めていいんですよってところをいかに上げていくのかっていうのをブランドとしても、テーマとして挙げています。そして、ラックスであれば、女性の活躍推進というですね、そんなところをキーワードとして挙げていまして、例えば今ですと私たち新卒採用の採用関係のところで、ファーストネームは特に性別とか載せないと、男女のバイアスかけずに先行していきましょうというのをやっていたりとか、そういった各ブランドごとに、パーパスというのを掲げていて、それをもとに展開しているという会社になっています。そして、もう一つですね、パーパスを持つ企業は、存続するということなんですけれども、具体的にどういうことを取り組んでいるのかでの2点挙げさせていただきました。まず1つは、再生プラスチック、いわゆる、海洋プラスチック問題ですね。私たちシャンプー、コンディショナー、ボトルを大量に使う会社ではありますので、そういったところで、最大、95% ですね、再生プラスチックを使用したパッケージに順次採用していきまして、で2020年、年末すべてのペットボトルを 100% に変えていきますよといったところをやらせていただく予定になっています。そして右側ですね、100% 再生可能エネルギーで運用していきましょうというふうになってまして、私たちも工場も日本に持っていたりはするんですけども、いずれのオフィスでもこういった再生可能エネルギーを使っていくというのをですね、コミットしてやっていくというところを心がけていますと。最後、3つ目のところでして、パーパスを持つ人々は、成功する
ということなんですけれども、本人のやりたいこと、本人がやってみたいこと、そこはやっぱり最大限尊重していきましょうっていう考え方が私たちになっています。例えばですね、ここに考えさせていただいた WAA はと呼ぶんですけれども、こちらもその最たる例かなと思っています。これはですね、Work from anywhere and anytime というものでして、いつでもどこでも働けますよというものになっています。まあ、昨今ですと、リモートがデフォルトになっているんですけれども、ここの働く時間、場所も、ご自身で選択していいですよというものになっています。例えば私は子供が2人いると申し上げたんですけども、まあ、結構ですね、突発的に熱を出したりとか、そういうのが結構あったりするんですけども、この制度何がいいかっていうと、そのやっぱ使い勝手がいい、使いやすいというところなんですね。例えば当日の朝とかですね、上司に、ちょっとすみません、子供がぐずってましたと。なんでちょっと午前中は病院行って、午後から家で自分は仕事しますねってことを報告して、それで OK ですってくれば、それもできることになってますんで、まあ、結構ここで僕も助けられてるなって思います。で実際、こういう制度をやったところで、実際使われてるかどうかっていうのは結構大事になってくるんですけれども、92% が実際使っているとかですね、75% がこれを使ってよかったというふうに言ってたりするので、まあ、結構定着しているものかなと思ってます。あとは後ほどご紹介をさせていただければと思うんですけれども、新卒採用でも、職種別採用っていうのを私たちやらせていただいているんですけれども、これも本人がやりたい仕事をやってもらうことが、やっぱり一番パフォーマンスが出るんじゃないかという考えに基づいてですね、この制度を入れさせていただいています。では、今までですね、パーパスというところでお話をさせていただきましたが、ちょっと次のスライドですね、新卒採用の流れについて話をさせていただければと思います。私たちはこれを UFLP365 と申し上げているんですけども、365というのは365日、通年採用、いつでも受けられますというのがその特徴になっています。では、ポイントとしてですね、まずは20時間365日応募を受け付けていますと。そして、二次選考まではエリアフリー、いわゆるネット環境があれば、例えば海外にいようが、都内でなかったとしてもですね、受験が可能ですというところになっているので、学生が受けたいという意思ですね、なるべく何でしょうかね、反映ができるような形で、これはさせていただいています。そして、対象者についても、大学1年生から1つ3年生の間、いつでも何度でも受けられますというのがその特徴になっています。当初この1年生から受けられますっていうとですね、いわゆる学生の本文を、ちょっと邪魔をするんじゃないでしょうかと、外資系そういうところありますよねって言われたりもしたんですけれども、そういうわけではなくてですね、やっぱり大学3年生から一律で就職活動やりましょうっていうのをちょっと何しか違和感を持っているんですね。受けたいときに受けられる。そういうことって必要なんじゃないかなっていうふうに思っていまして、1年生から3年生、既卒の3年生ですね、受けられますよという制度をさせていただいています。でただ、今日受けて、またもう一回明日受けますって言うと、ちょっとそこだといろいろしんどい部分も出てきますんで、1年に1回ですよというふうにさせていただいています。でそしてですね、内定出しのタイミングは年に3回となっています。選考タームっていうのを年に3回大きく枠を設けさせていただいて、そこの中のところで内定出しをさせていただいてます。そして入社の時期は年2回でして、4月ないし10月、いつだかを選んでいただくというものになっています。で、そしてリクルーティングのプロセスですね、ご紹介させていただきます。まず、私たちは、エントリーシートというものがない会社になっています。一番最初にウェブの登録というのをしていただいて、それから、このデジタル面接まではエリアフリーなものになっています。ゲーム選考というのは、うちの会社の社員にもこれを事前に受けてもらっているんですけれども、簡単なゲームというのをスマホ上で操作できるのをしていただいて、そこでのうちの社員とのマッチング度合いを見させていただいて、選考させていただいています。それからデジタル面接というのは、私たちの課題というのを提示させていただいて、
その課題に対してのプレゼンテーションをビデオで撮っていただいて、そのビデオの内容で判定をするっていうのがデジタル面接になっています。で次がディスカバリーセンターというところからですね、こちらから、対面での、実施になる予定です。ただ今昨今の事情を踏まえてですね、もし対面で実施がやっぱり難しいということであれば、ここも柔軟に考えていきたいなと思っています。これは朝から晩までですね、いろんな角度で皆さんの可能性を探るという意味で、こういうケースの時はあなたはどうしますかであったりとか、いわゆるグループディスカッションとか、そのような形で終日選考させていただくというのが特徴です。最後にですね、最初の面接というのが年に3回ありまして、それから内定入社というようなプロセスを経ることになっています。そして右上のスライドに書かせていただいてますけれども、職種別採用させていただいているんですけれども、今回のタイミングでは3つの職種、マーケティング、サプライチェーン、これはちょっと理系対象の職種になっております。で3つ目がカスタマーディベロップメント、これは営業職ですね。この3つの職種になっていまして、どれか1つの職種でしか応募ができないというふうになっていますので、ぜひご自身で熟慮した上でですね、エントリーいただければと思っています。また下に書かせていただきたいんですけど、いただいたんですけれども、いつでも受けられますよというふうにしてはいるんですけれども、今回ですね、ちょっとグローバルのシステムの都合上ですね、実際7月の頭から冬の選考がオープンになるんですけれども、本エントリーの前ですね、プレエントリーというものは6月1日からホームページで可能となりますので、ホームページの方ですね、6月1日にご覧いただければと思います。では簡単に各職種の役割、流れをご紹介させていただきます。まず上からですね、マーケティングに関しては、会社、製品のプロデューサーのような立ち位置です。どのフェーズを関わっていくような立ち位置になっていまして、例えば私たちの、そうですね、AXっていう、男性用の香料のような商材があるんですけれども、その場合ですと、海外で展開しているけれども、じゃあ、日本の男性はどういうのを欲しているのかとか、もしくは、そもそも海外だと結構匂いが強いものがあるんですけど、それは結構あんまり受け入れられないんじゃないか。日本の男性ってもうちょっと、控えめな形がいいんじゃないかとか、そのニーズの確認をしていきまして、次にフェーズ2では、現実、フィット面ですね。例えば一つの商品作るのに100円の値段設定をしたら、売れるかもしれないけど、利益が全然あまり出ないと。でそれって本当にいいのか、競合ってどれくらい値段設定してるのかとか、そこを見ていくというのがフェーズ2で、実際フェーズ3ではどうやってプロモーションを考えていきましょうかというところですね。ターゲットは誰でどうやったら刺さるのかとか、で実際4番目でそれらをやっていって、実際どういうふうな売り上げを上げたのか、もう一度 PDC を回していきましょうというのがこのマーケの流れになっています。で続いてサプライチェーンというのが、消費の中で、会社の中でも屋台漏れ、インフラとも言えるかなと思うんですけれども、実際フェーズ2では、こういった商品を作りたいって言った際に、じゃそれを、実際作るんだったら80円かかっちゃいますよとか、じゃあ80円かかるんだったら、どれぐらい売らなきゃいけないのかなとか、どれぐらいニーズがあるのか、どれぐらい実際作れるのかとか、そんなところをプランしていきます。で実際作るってなった際には、それはどこで調達するのか、で調達した後にそれを日本で作るのか海外で作るのかとか、実際作ったものを各例えばドラッグストアさんとかどうやって配下していくのか、そんなことを考えていくのがサプライチェーンになっています。で3つ目がカスタマーディベロップメント、営業ですね。これはユニリーバの顔と言っても過言ではないかなと思うんですけれども、どれだけまあいい商品を作ったとしても店頭に並ばなければ、それがもうお客様にとってはないのと同じになってしまうわけですので、実際、私たちのドラッグストアさん、スーパーさんに対して、これをいかにして置いていただくのか、そんなところですね、お客様と一緒になって考えていくというのが、このカスタマーディベロップの存在になっています。で実際、これら、3つの職種、いろいろご説明させていただきたいんですけれども、ちょっとお時間の都合もありますので、今後どういう、お仕事とか、そこについてはですね、各それぞれのチャンネルというのがありますので、ぜひそこで、ご確認いただければなと思っています。例えば、インスタやフェイスブック、ホームページ、
そして YouTube でもですね、各職種ごとの説明をさせていただいてますので、ここでご覧いただけるとよろしいかなと思っています。では、最後のメッセージとしてですね、私たちの仕事のやりがいって何でしょうかって考えたときに、この1日25億人っていうのが一つキーになるかなと思っています。シャンプーやコンディショナーでものすごくドラマティックに人の人生を変えるってことは正直あまりないかもしれないんですけれども、日々日々毎日使うもの、そして実際私たちの商品は25億人の方にも使っていただいているものになりますので、身近に横たわっている商品、そういったところがですね、やっぱり私も仕事をしていて、あなたの会社の商品に買ってよかったよとか、見たよとか言ってくれる、そんなところがですね、一つ楽しみだったりもするんで、こういったところに楽しいな、共感していただける方、ぜひですね、チャレンジいただければなと思っています。では、簡単ではありましたけれども、ユニバー、ご紹介させていただければと思います。どうもありがとうございました。はい、山中様、ご説明ありがとうございました。